マーロールは、杉越のセーデルの食べ物の一つで、苦味のある、香味野菜のこと。クヨモギとも訳される。ハゼレトが用いられることもある。マーロールは、ヘブライ語で、苦いを意味するマールに由来し、エジプトの地における強制労働の苦しみを象徴する。セーデルシェルペサ派で、マーロールを食べることが三つワーを成すとされる。多くの家庭では、根ごとすりおろした。 ホースラディッシュに砂糖と加熱したテーブルビートを加えたフラインをマーロールとして供する。ハゼレトには典型的には苦味のあるレタスの一種コスチシャが用いられる。エンダイブやタンポポの葉であることもあり、セファルディムの家庭ではパセリや青ネギも用いられる。同じく強制労働の苦しみを象徴するハローセトをハゼレトにつけてから余分なハローセトを振るい落として食べる。 マーロールは、現代ヘブライ語の口語では、ホースラデッシュのことになっている。ハゼレトも、口語では、ホースラデッシュのことである。そして、ユダヤ教の役割の一つは、悪と戦い、この世の苦しみを少なくすることである。ありがとうございます。